堀リと石垣六野城は、鳥取県鳥取市六野町六野にある日本の城跡である。鳥取市指定史跡。城の創建年代は不明であるが、稲葉の国人領主、シリングカド氏が居住していたと言われる。陰徳太平記によれば、1544年初か、稲葉に侵攻してきた天子春久によって攻撃され、城主のカノニュードを以下304名が討ち死にしたという。 1563年には、武田孝信の攻撃を受けた、稲葉守護、山名豊数が、守護所である伏天神山城を捨てて、六夜城に退いている。1580年、橋場秀吉による、第一次鳥取城攻撃の際に小田方の城となり、天苔の旧進であった、亀井惚則が首相となった。惚則は、本能寺の変後に、秀吉に仕え、関ヶ原の戦いでは、 徳川家康率いる東軍に属して加造され、都合3万8千国の領主として、近世大名となった。この過程で、六夜城は近世城閣へと改築された。これのりは、朱印船貿易を行っていたため、天守以下の矢倉や門に仏教に由来する名称をつけていたと言われる。さらに自らの居城を、ラージャガハ、城下町を、カノエン、城の背後にそびえる山を、 鷲峰山、城下を流れる川を抜けつつみ川と名付けている。また、城の改築にあたり、亀池略門の入った河原を使用している。1617年、これのりの着地性のりが、岩見の津和の藩へ転放された。1617年、池田三政の鳥取入府に伴い、家老、日置忠都氏が城主となった。1628年には、彼の城下の火災によって、 城の一部が焼ける被害にあった。この時、亀井コれのりが主因船貿易で入手した香木で作らせた倒木の小座敷と呼ばれる一室が消失したという。1640年から1662年にかけては、張馬国思想騒動で改役された山崎城主池田照済が官人料1万国で、彼女家下の降臨時に居住した。その後、 1632年に入部した池田三中によって、大官の佐藤智之が派遣されたが長くは続かず、六夜ひつすがるによれば1644年2月に、城の破却が行われたという。1868年、鳥取池田家の市販である東館に行った藩三万国の藩長が鹿屋津陣屋に置かれ、同藩は鹿屋津藩の名称で呼ばれることになる。 しかし鹿野津藩は鳥取藩に付随する形式上の藩という性格が強く、可能に鹿野津藩主が来ることも鳥取藩から独立した成長が置かれることもなかった。翌1869年には鹿野津藩は自ら廃藩を行って鳥取藩に吸収された。標高148メートルの山頂に設けられた。 本丸を中心に、二の丸三の丸と階段状に配置されている。また、鳥取県内の金星城郭としては、ただ一つ、西の丸の故障を持つ角も存在する。六夜城は、毛利市の稲葉経営の本拠地として、戦国時代から存在しており、亀井これのりの入部後に、金星城郭としての改築が図られたとみられる。金星城郭としての六野城は、蒸気の規模、 構造だが、この規模では、毛利市稲葉経営の本拠地としてはあまりにも小さい。杉原と囲いという天正8年の付け城跡が、後世寺に残っており、現在の六谷城跡が、その一部であったことが想像される。さらに、現在の六谷城跡南側の裏山に広がる、意向が、毛利市の稲葉経営の本拠地としての中世山城、六谷城であると考えられている。 ありがとうございます。